はいどうも、ラブチャンネルのテクチャンです。はい、おはようございます。今日はね、実はうちのパッパ、母ちゃんね、心臓悪くて、地元の病院からちょっと福島の方の病院に移動して手術をすることになったんですよ、ね、ほんで、実地を連れて今日、地元の病院から大きい病院に、ね、移動するって一回退院することになった。今日今から福島の連れて行きたいと思います、ね、おじっちゃん、おはようございます。なパパ、今日行って入ったな、病院移動だな。だな、別にな、つけこせでいい な、あと、今日救急車でこっちからさ運んでもらうからな、うん、とりあえずこれ、はい、パパの荷物だけ、はい、じゃあ車さすぐ行こうな。風強いな、じゃあ、また後で会いましょう。はい、じゃあね、荷物の方積み終わったんですけど、いや、先日はさ、自分の病院と自分のおふくろパッパの病院とでね、毎週病院だったんで、地図はで、今もたまたま連休中だったからやったけどね、ちょっと本人は救急車と運ぶんだけど、入院手続きとか退院手続き1ヶ月のうちに2回も3回も入院退院するんで、結構忙しいんです。疲れちゃったな、今日行ってまだ明日もなんだな。明日も、今日病院さ、救急車で移動したっち。ほんで、あいったな、あんた明日、外科の先生がなんかカテーテルとかの検査するってたから、今日外科の先生の話をまた明日の夕方か聞きに行くってことだから、今日と明日連続実地と一緒に福島の方の病院にちょっと行きたいと思います。いかがだんどり。いいよ。じゃあとりあえず水のり長いんで、コンビニ寄ってジュースかなんか買ってね、行きたいと思います。あ、本当はじゃあ福島の病院に向かって入院手続きの方したいと思います。よし、じゃあね。はい、ジッチ、病院着いたな。ちょっと荷物下ろしてよ、駐車場遠いから荷物だけ下ろして。あ、俺ちょっと駐車場、荷物下ろしたら駐車場行ってくから。はい、はい、疲れました。だいたい9時に出発して10時半なんで1時間半くらい。じゃあちょっとね、荷物の方を下ろして入院手続きの方をしていきたいと思います。よし、じゃあまたね。はい、よう、じゃあね、今荷物を下ろしたんでちょっとね、駐車場の方止めていきたいと思います。大きい病院だから駐車場遠くてな、どれ空いてっかな。ちょちょちょん、ポン。あ、駐車場遠いんでございます。どっか近く空いてりゃいいけどな。まあ、とりあえず駐車場の方探したいと思います。はい、じゃあね、無事駐車場の方確保したんで、ね、ちょっと病院の方に行ってみたいと思いますね。すごく、ね、大きい病院なんで遠いんでございます。よし、じゃじゃん。よいしょ。じゃあ玄関の方でちょっとね、実地待ってるんで、実地の方の待ってるところに行きたいと思います。じゃあね、はいよ。じゃあね、今ちょっと病院から出てきてね、パッパの入院手続きの方ね、無事済ましてきましたね。で、原町の地元の方の病院から福島のね、大きい病院の方に1時間半くらいかけてね、救急車で運んでもらって無事病室に入ったようです。いや、使っちゃな。使ったべ。俺は運転してからまだな。何？運転してねえべ。運転してねえから。だから。もちろんつくから。まあ、あと、あれ次18日だっけか？今日5月の13なんだけど。火曜日。5月18日にカテーテル検査してか。で、この検査をして、今度心臓のな。手術の。な、どういうふうにするかな。まだな、結局してねえからな。な。とりあえず病状的にはなんだっけ、心弁膜症だっけ、弁がダメなの、心臓のな。弁硬いんだな。で、弁の交換する手術をするってことね。ただバッバク取っていくからな、手術のリスクも高いんだよな、糖尿アップしてな。まあ、なんともしゃあねえやこれ。まあしょうがねえな。なんとかでもな、成功して歩かれるようになるだけでもいいなと思ってな。だな。まあとりあえず
検査してみてまだな。あと手術の日取り決まってあっちから連絡来てから俺、うんうん、まあそれまでちょっと待ってみましょう。よし、じゃあそういうことで、まあとりあえず何のことないあの報告動画なんですけど、あのうちの母親パッパね、実地の妻が心臓の弁の手術するんで、あの病院移動して運んできました。ないですよ、寝たっきりでいるくせに口ばっか聞くんだな。ざけてってないぞな。まあ、しゃあねえけどな、バッパだからね。そういうことで、まだね、あの何があったら報告の方するんで、ね、よろしくお願いします。じゃあまあ、そういうことでまだ、ね、何かの動画作っていきますので、まだ会いましょう。はい、じゃあそういうことで、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。ちょっと疲れっぺ。まあ、しゃあねえ、頑張れ。愛する妻だからな、め。なあ。ああ、まあ頑張ってください。はい。